福山市の公園沿いの水路に男の子が転落し、死亡した事故を受け、市は、はしごを設置するなどの対応方針を明らかにしました。これは、昨夜開かれた再発防止を検討する会議で福山市が明らかにしたものです。この事故は去年11月、福山市の緑町公園沿いの水路に当時4歳の男の子が転落し、亡くなったものです。 福山市は再発防止に向けて水路の幅や水深に応じてはしごを設置することを検討しますまた水路の危険性を学校や保育園と連携して子どもたちに伝えるとしました福山市は対策の基本方針を6月に策定する予定です